お疲れ様です。今日っすね、こちらトリプルドラフトで重量級しか選べないロイルやっていきます。さあ、この前ですね、低コストしか選べない縛りをしたので、今日はその反対の重いコストしか選べないよねやっていこうと思うんですけども、いきなり2コス全然高回転っていう、はい、ありがたいですけど、さあ一番重いカードはペッカというわけですよね。まあ最低最悪なさ、ロケットを選ばなくては済むのはありがたい。まああと主軸がね、何が来るかとか本当大事なんでね。ペッカならウィザードか、なんかちょっと強そう。ゴレペッカか、うわゴレペッカはいらないさ、ゴレペッカスパーキー本気でいや、形食えたら破壊力やばそうだけどさ、本気ですか。守れるかな、ゴレペッカスパーキーね。さあ、ゴブゴヤマジ弱いぞ。ダガーガールで全無視できる、こんなウッドもいらない。さあちょっと暇宝石でも置いて、おお、クエイクね。スパーキーから入れたら強そうなんだよな。いや、ダガ強っ。端前のゴレでもいける、ペッカでもいけるぞ。まあ、ペッカでいいか、一旦。からのガゴ追加みたいなね。相手のまあ呪文にもよるんですけど。さあ、いってらっしゃい、ペッカタン。いや、これウィザードか？悩むな。ウィザードにするか。たまたまちっこいのが来てもいい。スパキ撃て。おー。いや、ペッカ寝てる。相手の受けうまー。ペッカ寝すぎ、さすがに重いな、さすがに重たい。まあ1倍タイムだし仕方ないみたいなとこあるか。2倍タイム3倍タイムからがゴーレムの攻撃がペッカウィザードスパーキーですから、まあそれまではちょっと耐えれるかな。耐えたいんですけどね、耐えれるかが怪しい。さあクエイク逃げる、クエイク逃げたいね。逃げたいですよね。いや、いいよ。いや、いいね。いや、まあ、このマサネクも、スパーキーな働き次第では、許せはする。ザップだけやめてほしいな。さすがに。怖いな。いや、重いな。重いな。ライトニングですら重いけど、まあ、ロケットじゃなくてよかった。出しちゃおうか。普通にゴレウィザード強い説。ペッカはまあ、まあまあまあ。もういいやん、ペッカ。ペッカが一番いいんだよね。よし。しかも、ウッドで全剥がし。ライトニング重要だな。いや、これウィザードで焼け。ゴブリンは焼かれる運命にある。からの？いや、ペッカ。大したことしねえよな。うわー、いいハンターではある。ここで、冷静に後ろから行こう。まあ、ライトニング打っちゃってもいいけどな、削り。いらねえな。本当に何が来んの、呪文。怖いな。よし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 、さあ、スパギ貯めて。ギャンガルンだね。このマザネクがゴールを殴ったらさ、このガーゴイル。いいんじゃない？いやー、勝てえな、ゴブガイちょっと。いや、ペッカだ。おれ！で、あれをさ、ウッドでしばきながらのホバ来たら、おるぞこれ、ギャングサイト。しかもダガガール寝る。さ、スパーキーが入る。ペッカが殴って、ウィザードも働いちゃって、さあ来た。さすがに止まんない。おい、意外と強かったり。エクスメン、いや、これあれだな、ダガーガールだからみんなこの、ね、究極的ゴリ押しが強いただの脳死チンパンのありえないぐらいの何、高 HP ブッパが強い説ある。さあ、ファルチ強制チンギスハン頑張ろう。あ、ロケットとライト選べるだけでかいな。ロケ強制じゃないのはいい。墓石一応取っとくか、コスト重いしね。ラバとエレジャイが選べるっていう幸せか。まあ、エレジェイか？取り直しいな。ロイジェイと、
ロイジャイと何がいた今。ドリルか。アーチャーにするか。拾いたいな。え、今選んでよかった俺。何とアーチャーだったんだっけ。え、いや大丈夫か。ルール違反してない親衛隊ね。はい。重いコスト取っていくよ。さあ取るね。ダークプリンか。うえ、いいね。いや、悪くない。悪くない。強そう。テンプレでありそう。親衛隊は間違いだけど。頑張ろう。さあ、よろしく。え、アーチャー&ゴフェニックスとかいなかったよな。あー、えぐい。それだけやめてほしい。やらめもやめてほしい。よし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 。いや、でもね、やっぱダガーガールが流行りすぎてて、ダガーガールって後半働かないやん。だからこその、この重量級が強いかもしれないっていう事実。かはわかんないが。後半のね、ペッカウィザード、解けなかったもんな。いやー、ボムね。そりゃあるよね。からの、まあ、トリトンまで可能性としてあります。なので、まあ、トルネかライトニングのコストだけ残しておきたい。え、親衛隊も強い、ちょっと。このギャングで美味しい。そう？トリトンにライトニングって勝ちっていう未来もちょっと見えるな。光栄は何もいらないかな、ワンチャン。おぉ。いや、トリトン、トルネでいいよ。強いんだよ。いや、でもこのアーチャー追加とか。いや、微妙すぎたー。じゃあ、ごめんねかわいそう。さあ、ロイジャイね。いや、でもトリトンもあんのか。トリトンボム。ラバが良かったか。ラバが良かったっぽいけど、まあ許せるな。相手ポイズンね。いや、これ、親衛隊橋前もあります。なぜならボム抑えたから。行ってこい。もう物量のご利用し。さあ、ライドラを使わせたことに意味がある。いや、このだってダックプリーにさ、アイビスとか相手裂かないといけないやん。いや、いい流れよ。でさ、俺はゆっくり後ろから、え、マジダガーに対してこの高コストチンパン結構刺さってんだよな。え、めっちゃ削るやん。まあ、ライドラにライト打ってトリトンはトルネが一番理想ではあるが、なんならこの辺のトリトン引っ張れるみたいな。さあ、いや、墓石がある。え、墓石強くない？墓石深夜で行っちゃう？あの、ダガーガールが寝てるからさ、これ寝てる間に、寝てる間に行っちゃう作戦。え、熱い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 。ダガーガール一生寝てんだけど、あいつらタワーないようなもんやもんな。機能しなさすぎん。そう、え結構強いんだけど。え、えぐいね。もしかしたら本当に重量とか、重量級は最近マルチだと、まあ、やっぱジャイとか、まあ、ゴレとか結構流行ってるんですよね。そのタンク系、高体力系がやっぱ後半ダガーに強いっていうので流行ってるんですけど、まあ、トリプルドラフトも言わば同じ。高体力、重量級のゴリ押しが止まんない。いや、ライトニング当たりすぎ。ロケットは外れ。うわっ、いらない。こいつだけは取りたくない俺。 X 棒やん。いやー、これはトレネだな。ファルチェボーラーよ。エリババこんにちは、プリンスなんだこれ、彼やべえぞ。バゲモンミネラできた。ドチンパン構成。いや、クロスを刺すと見せかけてのボーラーファルチェを刺したいな俺は。鬼カウンターデッキだ。さあ、よろしく。待っていいな。めー、いやー、待っていいな。重いんでね。5コスト6コストしか手が出ないのやばいな。普通に考えたらピック下手なやつになっちゃうかな。わかんないけど、それがいい時もある。
いや動いてほしい相手の主軸なんだったっけ。自分がクロスボウなことに聞い取られて何も見てなかった。ショーティクロスはヤンチーか、バレたくないもんな。こいつはクロスだってなるとさ、やっぱり空気温存もされるしさ、嫌だよね。いや待っちゃいます。俺もしかしたら死んだふり作戦成功してる？なんだこのグッドゲームは。あ俺がもしかして落ちたと思ってんじゃないかこれ。でも攻めては来ないんだよねなんやねん。でも攻めては来ない。いやー待つよ、どこまでだって待つよ。だって俺がロケットライトニングのタクだったってことは、相手がファイポイ系でしょ。ってことはボーラーファルチ強いんだよね。しかも俺トルネードデリバリーやったんで、ボーラーファルチがまとめてしばかれることがないんだよ。熱いロケットライトニングが俺の手札にあったからこそ熱い構成にはなってる。さあ始まるぞ、究極のチンパン。フェニーならファルチ、まあ、ファイボカっぽいでしょ。ゆっくり行くよ俺は。両サイね。おー愛のライトニング打てるしな。いや俺これさ普通にさ、もうプリンスからさあのクロスちぎっちゃえばもう勝ちじゃね。止まんのこれあんたあんたこれ止まんの。ライドラ来ねえかな。来ねえな。だが早く働いてくんねえかな。超微妙超簡単に防衛されちゃったんですけど、そんなことがあっていいんですか。いやフェニー強えんだよね。一発。いやでもちょっと勝てそうなんだよね。普通にライトニング打っちゃうクロスいらない。おおなるほど、親衛隊だったんだ。うちにはボーラーもあります。え、ちょっと強くないなんか。俺のデッキ。そんなことない。ああ。え？え？え？もしかして俺、クロスボウ使い？前世。え？いや、エリーババ使いの可能性だったらか。いや、めっちゃ強いんだけど。フェニー来るね。そっちに使うんだ。あ、親衛隊か？いや、ファルチ強っ。ボーラーも強い。いや、これ陸が。陸がなくなるぞ。おれおれおれおりいやマジでクロスがこんな刺さるんや。え勝つー気持ちよ。え俺トリプルドラフトでクロスなんかマジ選んだことねえぞ。もしかしてこの重量級クロスボウ構成強かったりするか。誰も気づいてない可能性はある。さあゴレ親衛隊がね、実は止まんないドッキリ。縦線とギャング。まあ、ギャングの方が親衛隊の後ろにつけれるか。ガゴムレーネクロー、いらなすぎる、これ。マジいらない。やばい。これやばい。本気でいらないがガゴムレにしよう。なんかドリームつかめそう。いやー、これフリーズか？なんかポイズン。ポイズン意味ねえだろ。知らんけど。いやーいや弱そうなんだこれ。いやまあ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 、びっくりドッキリ。これ親衛隊でいこう、まあ、一旦親衛隊出すか。物量のご利用しでね。あーまあそれファルチなんですよね、そりゃそうですよと。まあそんなのはいいんですよと。まあ、どうせこの親衛隊にもう一枚出さないといけないんじゃないと。早めにあいつをしばっか。しばけたら嬉しいが、メガコまで来ました。いやでもこれ親衛隊が左入るぞ。ちょっと入る。おい。いけ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 。
結構でかい。よし、結構でかい。あ、最悪だ。ポイだったじゃん。エリポン取られんならポイにしときますよ、そんなん。お？相手の呪文チェック入ります。やめて、やめだけ。うわぁ、グロ。でもさ、ちょっとない。これガゴムレってさ、無視されんの、これ簡単に。え？ガゴムレ？ガゴムレってお前す。え？これってガゴムレが弱いん？ダガが強いん？どっち？うわぁ、絶アンドボー来てるー。え？絶望ではある。正直。いやー、ジャイ。ジャイが止まらん。ジャイが止まらんどころの話じゃない。すべてがきつい気がする。山原地咲いてる。じゃ、目がおくか。でかい。それ芝けんのはでかいが。え？うまい、そのアイスピー。でも、ボーラが、ボーラ頑張れる。痛いって。ああ、入ります。結構痛いの入ります。気持ちいいぐらい入るな。いやだ、ワンチャン、やな。ガゴムレ。いやーだ、いやー、さすがに。守れない。いや、守ります。守んなきゃ勝てないんだね。守んなきゃ勝てないのに、守んないってなって意味わかんないもんな。それ守んなきゃね。やべ。いや、でも相手、めっちゃ攻めるくね？本当に？って、落ちるよ、じゃあ。一本。やばい、守れない。え、親衛隊ちょっと熱い。いい。え、ワンチャンないこれ。なんか、2周目これみたいな。え、ちょっとあるぞ。で、これに矢斜めを使わせたら、俺の最強ガゴムレが。え、攻めだったか、このガゴムレ。いや。いやー、強い。強いが。マジである、マジである、マジであるぞ、これ。こっから勝つみたいか。いやー、エリポン置かないで。え、でもこれさ、8枚ゴールもさ、終わるくない普通に。ああ、いいライトニングではあるが、それ打ったらでも、止まんなくない？止まる？止まんないでほしいな、俺の願望。やべえ。余裕で止まる。今嫌なの。いや、ゴールバイトできー。いやー、パルチヤナメですよ。こいつ居場所なさすぎるだろ。ガゴムレ。いやー、メガゴ。いや、相手のピック良すぎん？冷静になったら。いや、やらめ使った。マジ耐えれば勝ち。やばー。おマジかよ。マジかよ、マジかよ、マジかよ。これで勝てんのか。なんだっていいな。これやばいっしょ。まあ、ゴールが刺さってはいたが、にしても、にしてもファルチアナメはずるいっしょ。え、重量級最強説。形組めば止まんねえぞ。さあ、ガゴムレおかわり。あんなに弱かったガゴムレを、ね、一番に選ばないといけない地獄の選択。いや、でも小物系になってる。たまたまライトニング。あ、めっちゃ小物系や。すごくないこれ。
偶然よ、偶然にしてはできすぎてる。いやこれに関しては柳雨かな、プリンセスの高あったんだよな相手。いやこれに関しては柳雨がいいが、ボーラートルネの夢もある。うわーやば、これ究極の二択、これやばいね。いやトレにしようなぜならここでまともなカードが来ないと思ったから。メガナイトか。えちょっと強くね、俺これ選んでないんやで、ほぼ選ばずともいいデッキになってしまう。これもまた才能運も大事、運だけあれば生きていける。運以外必要ない、何も望んでない。さあよろしく。え相手のカード何だったっけ、何も見てねえな何も見てなかった、忘れてた。ゴーストバーリー、いやもうボーラートレーナーをしたいだけにトレーナー取ったんでね。まあライトニングにし終わってんな、俺強すぎるそれ正直エリポンめっちゃ取るやんみんな。いやーやっぱプリンなんや、取るんだな。プリン取んないかなと思ってトルネにしたんですかね。プリン取るならトルネやめときゃよかったな。よいしょ、ちょっといいアウトロー。え褒めたらそれかよ。おあめっちゃいいロイフグや、まあ、キンキで。いやめっちゃいいプリン。いやそんな縦線を対応するコストさえもないんだよね。いやーいやー重い、重たい、重たいね、重たいのよ、重たいからこそのダメージが入っちゃってんなこれ重すぎるがゆえの防げないダメージ。いやだワンチャンあるぞ俺、こっからでも左折ればいいんだよ俺は、頑張って。えファイブかなんかあると思うんだよね。いやこれは美味しいね、どうせ折られる手で進んでたから。さああとはライトニングを、うミスってる相手、あっつさっきから相手のミス結構好かれてんな。で相手の攻めカード何だったっけロイホグか。ええ何これ、煽りとかじゃないよ、大丈夫そう。俺も怒るとき怒るよ俺も怒るときは怒るけど、いやデリバリー強っ。さすがにちょっと相手も焦ってんな。では俺結構あるな、いいカードが。ロイホグメタのボーラーとメガナイトあるもんな。なんかおいい、いいジャンプだねメガナイト、いいジャンプだ。でもデリバリーあるもんな。いやどう考えてメガナメが良かったな俺。デリあるんだね。いや結構いいダメージ入ってる。トルネもある、なんか痛い気がした。俺卑怯なことしたするよ一発だ今ので、今ので一発しょっぱ。いやメガネタル、いや俺ライトニング削りだったらな。
言ったすぐしていくよ。ファイブね。最大ファイブ削り。俺はライト削り。早めに芝居て。いや、これスケバレが入るわ。ライト打つわ。縦線か。おいさあ、まさかの。ちょっといいな。シャーなしでメガナイトとボーラー取ったらね、ロイホグ来ちゃったよね。いや、意外と強いんだな。いや、ジャイカスケラやばいな。俺、これだってスケラに対してさ、呪文が多分ロケットかライトニングになるんですよ。ポイズン取れる可能性あるかな。いや、薄いよな。さすがにジャイカ。いや、ライトニングはね、いや、そうよね。ライトかロケが来るから。お、バブコヤ取れなくて済む。いや、でも、エディババ？いや、ババコヤか？これ。これ、ババコヤ意外と強い説俺、唱えてて、ダガーに対して。ダガーがエネルギー切れになるんですよ。うわぁ、待って、相手柳雨あったかな。まあ、なんでもいいか。プリントの技法とか変わんねえだろ。エリポーン。弱え。ジャイの公園、ネクロしかいねえんだけど。アウトローガールの片割れでも連れていくか。いやー、これ。これやばいか。なんか、いやでもライトニング取れてんだよな、今ずっと。ロケットを取れるとさ、やっぱ負けちゃうみたいなのがあるけど。ライトニング取れてるからなんとかなってんだよな。この呪文が偉大すぎる。いや、初手じゃいしてケスペックが来たら笑えないっすよね。まあ笑えばいいか。いや、デリバリー落としとくか。デリ落として。いやー、これババコヤね、俺置くんだよね。さあどうだ。びっくりだろ。自分から進んでババコヤ取るんだからよ。ああ、あれ、ついよ。最悪だ。こうなったらちょっとはい、話が変わってきます。やめて、何も来ないでほしいな、今。やべ、それ、貫通でさ、家が、俺の家が貫通で壊れるのやばすぎる。え？柳雨あるかな？やだ。ぽいか。いや、いい。なんなら行ってもいい。正直、行く時がない。いや、バルキリーいたもんな。うわ、終わったー。終わったー、バルキリーファルチェ。ちょ、待って。これやばい。バルキリーファルチェにこの編成はマジで良くない。え？ちょ、マジで助けてほしい。エリババだったか。いや、エリババだったか。いやー、あんま変わんねえけど。やべえ、これ。勝てんのか。いや、諦めんな。最後に希望あるぞ。ダガーが寝るんだ、後半。あいつが寝たところを。いや、しかもこれ守れるんだよね。いや、バルキリー強えな、普通に。うん、普通に痛えな。いや、マジでさ、ちょっとある。マジちょっとある。俺はね、ワンチャンをつかむ天才なんだよね。自分で言っちゃう。おい！いや、マジであるぞ、おい。おい、結構入ってんじゃねえのか、おい。だから寝てるもんね。あいつすぐ寝るからさ。いや、ババコヤ、地味にいいんだよ。地味に、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 やつ。リープ見た後、テスラか。いや、これね、右も左もプレッシャーをかけるのが大事なんだよね。気づいた。いや、え？これさ、買ったくね？いや、あれはもうね、何もできない。俺のカードじゃ何もできない。あとはダメージ入るの祈って、一旦祈って、エリポン置いてもいいの。
なぜなら守れるから。でまたアウトローセパして、やばい、そのタイミングやばい。ここは僕ある、いいよ。テスラを使わしたいな。テスラ使ったらもうジャイレッツゴーライトニング。いやでも右にコスト使わしたいんだよね。そっちはね勝手に使うもんね。いやいい、このロケコ、え残って、いやこれライト削りある。いやテスラが残るのはいい。ユニットだけ仕留めたらマジライトニングと、もう一枚呪文デリバリーや、デリバリーなん俺。デリバリーは遠いな、削んの。いや回せばいい、なんならロケ砲の拡散でもいい。で俺右をねちょっとちょっかいかけてるんですよね、ちゃんと。これが大事。さあライトニング削りで、これで相手はやっぱ左に切り取られてたら、実は右が落ちるドッキリを、え、いやあとマジで両方ミリー、マジでローやん。あ家建てとっか家建ててライトニングで削ろうよ。え、俺ババコやないよやっぱりね。結構ガチでババコや、優秀すぎたくないこれ。ババコやだから勝ったんじゃねえのか。さあというわけで重量級縛りね、いやなんか化け物みたいなね、これかゴレペッカスパーキーとかもありましたけど、意外とダガーに強かったりしてね、結構悪くないんじゃないかと、はい、思いましたんで、皆さんもぜひねやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。お年玉だね。